え皆さんおはようございます。46日間チャレンジ行政手続き法完全制覇の21日目始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。えー、21条はかなりあっさり終わりそうな感じがするんですけれども。 弔問手続きっていうのは役所にですね出頭する、実際に行って意見を言ってもいいですし、あるいはですね、書類の提出、陳述書の提出、証拠書類の提出をするということで出頭に変えるということもできました。これ以前どこで説明しているかと言いますと、15条のですね、2項には、 通知、えー、これは、聴聞の通知の書面と一緒に、えー、教示事項もですね、一緒に記したですね、書面を出すわけなんですが、この教示事項の中で、あなたは、聴聞手続きで出頭して意見述べることもできるし、あるいは出頭しなかったとしても、陳述書、これを提出することによって変えることもできるんですよ、なんていうことをですね、えー、まあ15条の2項で書いてありましたよね。えー、この教示事項のところでも説明していますので、まあ、21条はですね、まあ、そこについての説明が出てくると、いうふうに、 考えていただければ結構でございます。21条の第1項を見ていきましょう。当事者または参加人は、弔問の記述への出頭に変えて、主催者に対し、弔問の記述までに陳述書及び証拠書類等を提出することができるというふうになっています。 ま、ここはいいですね。書類の提出でもいいですよっていうふうに書いてあるだけです。えー、そして21条の第2項を見ていくことにしましょう。21条の第2項は何が書いてあるかということになりますけれども、これね、当事者とか参加人とか複数人いる場合があるわけなんですよ。その場合に当事者が例えば出ているんだけど、参加人は出頭しないで陳述書だけを出すとかね。あるいは、 当事者も複数人いて、で、それで一人は出席してるんだけれども、後の人たちは出席しないで、証拠物だけを出す、証拠書類だけをですね、出すとかね。こういうことがあり得たりとかするわけですね。で、この21条2項はこう書いてありますね。主催者は、弔問の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、全項の陳述書及び証拠書類等を示すことができると。出頭してる人がいて、 出頭しないで陳述書を出した人がいると。おいった場合に、出頭した人に対しては、陳述書に一体どんなことが書かれてるかっていうのは、やっぱりね、教えてくれた方がいいですから、 結局だって出頭に変えて陳述書を出しているわけですから、本来的にはですね、意見をその、まあ、弔問室の中でですね、述べ、述べているということになりますから、それに関しては、説明をするんだということになります。あくまで示すことができるという言い方にはなっていますけれども、基本的にはですね、その陳述書の内容を教えてくださいっていうことで、出頭している当事者の方が言った場合には、行政職員はですね、説明をすることになろうかと思います。 ただし、まあ、プライバシーの観点とかですね、個人情報の観点とかで、えー、これは出さない方がいいだろうなんていう時はですね、出さないこともできるということにはなります。 はい、えー。21条については以上ということで、まあ3分ぐらいでちょっと喋ってきたわけなんですけれども、今日は、えー、時間が少しあるので、もう一つだけ喋っておこうかなというふうに思いますが、えー、行政書士の業務ってよくね、あの、町の法律家なんていう言い方がされて、まあ本当に地域に根ざした業務っていう言い方をされるんですけれども、まあ確かにね、そういう業務もあるはあるんですが、 私が結構知る限りと言いますか、結構やってることって完全にあの企業案件なんですよね。だって、巨人可案件とかって、取りたいのは事業者さんじゃないですか。で、結構大手のクライアントさんが、やっぱりこの行政法、行政規制でですね、えー、悩んでいるなんていうことが非常に多いわけなんですよね。なんで、クライアントってもう大手企業のイメージ持っていただいて全然いいんですよ。 なんかこう中小企業案件しかできないとかですね、えー、もう小さい案件しかできないみたいにイメージをですね、かなりこう縮こまらせている方が多いようなイメージがあるんですけれども、今日私もこの後行くところって、あの、もう J リーグのですね、一つのチームなんですね。えー、で、まあそこのお話で、まあ今日は伺ってご相談を受けてくるんですけれども、そういうあのプロサッカーチームの案件が、 飛び込んでくることもありますし当然ながらあの上場しているようなですね企業案件を扱うようなことというのが結構多かったりとかするんですね行政書士業務っていうのはまあそういう市民法務部門っていうのも確かに重要な業務としてありますけれどもそれにとどまらず許認可業務っていうのはどちらかというと大手の案件なんかをもうバンバンに扱っていくようなですね業務でありますからそういう意味ではですね会社についての知識とかっていうのを結構持たなければいけないんですねまあ会社法とか こうやって受験生時代にはですね、そんなにこう、きっちりやらなかったりとかすると思うんですけれども、これは合格した後ですねえ、どうしてもやっぱりやっていく必要があると思いますし、財務についての知識というのもそうですし、その業界についてのですね、まあ、建設業を扱うのであれば、建設業界全体が抱えている、そういったですね、あの、まあ、課題感とかそういうのについても認識しなければいけませんし、まあ、かなりですねえ、合格した後に、え、勉強しなければいけない内容というのは、あたくさんありますし、そこがまたお 面白いといいとうに思いますすから、まあ、ぜひですねこの行政書士っていう資格がなんかすごく小さいものに感じてしまっている方の中にはいらっしゃるんですけれどもやれることっていうのはめちゃくちゃ大きいですね案件とかを山ほど扱えるという資格になりますからそこに関してはですね期待を持ってと言いますかあまあこ,のこの資格っていうのは思ってる以上にですね非常にこう使える資格なんだなんていうイメージを膨らませていただければなというふうに思っております 以上にしたいと思います。お疲れ様でした。